FMH 始まるよ。はい、12回目です。 MH ラジオ始まりました。エルです。リーダーです。サミです。モスです。はい、自己紹介からね。今回からもずっとこんな感じで多分、ただしこれで伝わるのかどうかわからないですけど、中盤ぐらいから、結局誰が誰かになれへんかなと思って結構声似てるやつって俺らの中で俺聞いた感じ、俺とこのラジオで喋ってめちゃうまいやん。どういう障害を抱えてんのお前。俺って基本的にさ、みんなそうやと思うけど、自分の思ってる声と自分の聞いた声が違う。まあそうね、全然違いますね、うん。だから俺は似てるなって思って攻めてないよ別に。攻めてないし、深く掘り下げようとも思ってんの。早く次へ進みたいっていうの何もないんですけどね、皆さん、特に何かするわけではないんですよ。じゃあ今回短いですけど終わりへ終わり終わり自己紹介で終わり。新感覚のね一回ぐらいそういう回があったらいいの。何もないっていう、さっと終わるっていう。はい、じゃあさよならパチッって言って、まあまあ12回やっとね。12回いいね、うん、1出す2でも割れるし、はい、3でも割れるし、あ、そうですね、6でも割れます。ルート4でも割れますね。ルート4で、あ、ほんま4でも割れる。あの前も言ったけどルートはやめて、もう分かんないから、ね、本当に全員なんぼ結局ってなるから。なるほどね、うん、分かったかった。多分露呈してこの聞いてる人は分かると思うけど、全員あんま賢くないからえってなる。そうだね、賢さじゃないよ人類。人類、まあ人類確かにそう。人類、いや人類に賢さがなかったらもうあと何が残ってるの。牛とかやで。牛とかやで。いや、人類から賢さ取ったら牛。人類以外のわからんけど。だってもうなんなら霊長類も入ってくるやん。もう似たような生き物やから。霊長類って牛なの？いや牛じゃねえよ。だから別にゴリラとか猿とか ああいうのだから、まあ人間に近い生き物もこうなんか DNA 的にね、まあ、そうなる。まあ人って。そうなると牛とか。猿やん。人って猿やん。うん、まあそうですね。まあ、俺とお猿のジョージってよく似てるって言われねんけど。あの NHK でやってるやつね。そうそうそう、うん、お猿のジョージと黄色いやつ、ね、あのモンチッチはよく似てるって言われる。黄色いのはおじさんね。黄色い帽子のおじさん、ね、名前忘れてるね。全身黄色のおじさんがね、おいジョージって言っていつも言う。ジョージどこ行くんだって。カッ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 。似てる。お猿のジョージは怖いなそれ。ちなみにだからさ、だからこの俺っていうかその人類が猿より優れてる部分って、うん、服を着るとかそういうとこあるんやけど、うん、人は猿の真似ができるけど猿は人の真似ができる。いやするやろこれは完全に上位互換やだから猿を、いやするって、あむしろ お辞儀とかするやん。猿が人の真似一番するやん。違うさせられてるんやろ。いやだからしてるやんそれは。いやさせられてることもないと思うよ。あず渡しとったら勝手に覚えたりするやん、人の行動を見て。動物のショーなんか大体もういや、だから動物のショーはそうですよ。え、猿とか比較的そうでもないみたいですよ。結構理解してるって言って。マジで？だから猿は飼われへんって。自我が芽生えるから、そうなると自分で考えるから懐かなくなるって人間には。自分が猿やってことは分かるから。だからそしたら人間とは違う生き物やってなるから懐かないって言って必ず。だからパン君もガラス欲しいな。そう。もうだからあの年になるともう絶対飼えへん、チンパンジーとか。もう人間に暴力振るようになるから、もう違う生き物やって分かるから。チンパンジーの志村けんはなんでガラスよりこっちが。チンパンジーじゃないのよ。あれは人間なのよ。自我が芽生えてる。芽生えてないわけじゃない。めっちゃ賢かったやろな。めっちゃ賢い。だから芽生えすぎたやろな。もうそれも受け入れて人間社会で暮らそうってなったよ。俺はチンパンジーやけど、まあ、人間社会でやってた方がええなってなったやろな。漫画みたいな世界やな。まあ漫画みたいやな、それがほんまやったら嘘やねんけど。もちろんみんな分かってるけど、志村けんさんは人間です。はい、皆さんご存知だと思いますけど。人間なんかあれ最近知ったの。なんか他に何かあると思ってた。性欲の強い猿かと思ってた。大体まあ猿は強いじゃないですか。霊長類は強いよね。だってパン君と同じ服装させられてるやん。させられてるんじゃない。まあまあ、スタッフからな、まあ、そうね。
なんだ、させられてる生き物はみんな猿なの。なんかあの、なんていうの、サスペンダーじゃないけど、はい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 、ね、オーバーオール、そう、オーバーオールを着てやってる、させられてるやん。そうなると、あの石塚さんとかもそういうことになってくるんで、石塚さんもだからオーバーオールってなっちゃう、させられてる、もうあれもほぼさせられてると思うよ、させられてるよね、やっぱりイメージってあるから、うん、あと自動車の修理工をしてそうな可愛い女の子もオーバーオールオーバーオール、オーバーオールの女の子可愛いね、可愛いね。オーバーオールのこのサスペンダーの部分をこうやってこの辺に下ろしてる女の子、どの辺やねん、だから腰のあたりに下ろしてる女の子すごい可愛い。あ、なんかマリオのコスプレしてるのをちょっと前ネットで見たけど、はい、あ、女の子がそうそう、でこう下ろしてそうな、可愛いね、オーバーオールやねん、うん、そう、可愛い、可愛い。オーバーオールメーカーは多分猿しかおらんのかな。猿が猿に向けて作ってるの。じゃあなんでそれ人が着てんの。人も着れるように、人も着れる、なるほど。あ、めっちゃ賢い猿、めっちゃ賢い上や、これはもう人間も着れるやろうなって分かってんねんな。マーケティングがしっかりしてるの、すごい。マーケティングがしっかり、まあ、市場原理がこうだから需要と供給のこの辺か、もうそうなると猿と人との違いがよく分からへんね、境目が。でもね、お猿さんとかもチンパンジーとかやったらあれでしょ、うん、もう5歳児ぐらいの知能があんねんかな。あ、だからその辺の2歳3歳の子チンパンジーの賢い、絶対賢いと思う、マジで、うん、まあだって言うたら分かるもんね、チンパンジーとか言ったらこれはダメって言ったら覚えるもん。あ、2歳の子覚えへんもん、何回言ったって同じ音するもん。確かに覚えない、相対性理論分かってるやん。分かんない、分かんないね、よかった。重力で光が分かってるね、引き寄せられるの。それはないと思うんじゃないかな。だってね、アインシュタインは言った。だってね、あの時間の軸がすごい。犬なんかと比べ物ならんぐらいの速さで成長してんねやろな。ぐわーってこう喋ってる間にブンブン成長してる。いずれだからあの人工知能とかではそうなるんでしょうね、喋、うん、ってる間にバンバン賢くなってるみたいな、上手やからね、べき上やで、しかもなんかもうネットとかを自分でね、こう勉強しながら賢くなってるから、喋、うんうん、ってる間になんかあの赤ちゃんやと思ったら気づいたら論破されてるみたいな、うん、あれあれって言って、ちょっと前にあの人工知能で大喜利してくれるやつが出たよね。あ、そうなの、うん、で、それを、それの大喜利なんできんの、えできんの、できるできる、大喜利ベータっていうツイッターのアカウントがあって、質問するよ、大喜利の問題を、うん、こういう、ここお題を出すの、お題を出すの、うん、そしたら、一瞬で返ってくる。すごいな、狩野英孝とかより全然できるやん。そうもう普通の人より全然面白いやろうな。俺そんなできんも大喜利なんかな、うん、全然思いつかへん。大喜利は俺思いつかんな。やってか、やる機会ないしな。なあ、どこでやんの。なんか大喜利とかちょっとやってみたいな。あ、いやでもお題も思いつかへん、それはもうなんか、お題ある、大杉さん急に振られた。大杉なんかもう今日あんま喋らんこの放送初喋りですね。チンパンジーな。今学んでるとこやから、学んでるところだ。だってね、だって、ね、急にかしこまったってのはまたね。大杉なんかないの、お題、お題出してよ、じゃあ大喜利やろう。いいよ、大喜利は。そういうのこれ今企画して2週後ぐらいにやった方がいいんじゃないかな。ちゃんとした方がいいんじゃないかな。突貫工事っていうか見切り発車っていうのは結構俺すごい好きやからさ。俺よくあれやん、うん、飲みに行ってさ、モノマネとか見切り発車するやつするね。そういう勢いって大事やと思う。大喜利の場合これ見切り発車じゃなくて発車できない可能性があるから、あ、お題が誰もうーんそうやな、うーんで放送が終わる可能性があるから。よし、お題ないでしょ。簡単な。何でもいい。アドリブで。出す側が一番難しいんじゃないこれ。出す側が一番。全欧州が泣いた、どんな映画。ほう。タイトルってことだよね。うん、全欧州。全欧州。ああ、ヨーロッパの。そうそう。で、アメリカじゃない。全米はよく聞くけど、全欧州。そういうことなんやね。うん。オランダか。いや、全やから。オランダ。欧州の定義おかしない。欧州がどっちか分からへんね。オランダなんかオーストラリアなんか。違う。どっかの国を指してるんじゃない。地域。ヨーロッパを欧州っていう。あ、ヨーロッパは欧州っていうの、うん。オーストラリアは欧州やから、ね。だってスカパ何やってねえってなるやろ。そうやったら欧州リーグなんか全部見れますみたいな。いや、少なないってなるやろ。確かに。J リーグと変わらへんじゃない。確かに、うん、ヨーロッパ全部のことね、欧州っていうのは。で、全オランダ、え、ちゃ、全ヨーロッパね。ヨーロッパの泣いた、泣いた映画は、なるほどね、タイトルなんでしょうっていう、あの、大喜利でございます。じゃあ、まず俺から。エルさん、どうぞ。はい、整いました。いや、整ってるから当ててんねん。あ、じゃあ、全欧州が泣いた、どんな映画。
お母さんが作ってくれた夜食いや、うん、とかけまして、いや違う終わってるそこ整ったんじゃない整いましてだそうなるけど、うん、まあまあまあなるほど、ね、いい話ですよね多分、うん、何なんでしょうね大喜利というんですかね、まあ、これは、まあ、切り込み隊長ですよこれ、まあなるほどまあ傷跡は残ったかな切れてないんちゃうかな、まあ、大喜利の切り込み隊長って呼んでほしい、大喜利、大喜利込み隊長ね、うん、なるほど、まあいいんじゃないでしょうかいいんじゃないで、なんで審査員の立場なんですか、ここはどんどんこう全部教えない、劇場で伸びていくから、いや伸びないからどんなハードルが上げない人工知能じゃないから、全欧州が泣いた、難しいですね、じゃあいいですか、またエルさんどんどん来ますね、全欧州が泣いたどんな映画、おばあちゃんの倉庫いや、わからない全然内容が読めない映画です見ようと思わへん、うん、どうなるんかな、最後、いやいや、アンプとかがいっぱい設置してる、ね、倉庫に、そう言ってくれな、わからん、うん、そのおばあちゃんの時点で、うん、そう、それおばあちゃんが使うってこと、おばあちゃんがなんか引くアンプ使って駄菓子屋は日本やろ、だから欧州や、いや、欧州、じゃあ、はいはいはい、はいはい、チャッピーさん、はい、全欧州が泣いたどんな映画、我々がタバコだと思って加えていたものは芋けんぴ、いや甘ーい違う、これは違うの、だからその俺が今思いついた映画は、まあ、オラン欧州が爪がある、まあ、こうキャッチコピーみんなこれいる、我々が信じていたタバコというものは果たして、はい、なんか哲学的なね、芋けんぴとどう違うんだ、それ聞いたっておタイトル通りやん、だそれどういうことやねんってどういうことやねんなるやろ、見たくなるやろ違う違う、はい俺1-0なんか違う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 何1-0って何の対戦だ1対1じゃなかったしなこうどんどん出していく形式やから人工知能でもお前は論破できんはいはいってなるわ、殴られるわ、殴られるな、しかも欧州が泣いたって言ってんねんで、うん、泣かへんよ絶対、じゃあどうしよう、芋けんぴやんなんかってならへん絶対てかよ、うん、てかよ、タイトルでまずおおってなる映画はないよ、まずないね、うん、確かに最強の2人とかさめっちゃいい映画やん、うん、あのそう、ね、老人と、そう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 、車椅子の老人と黒人の青年がこう仲良くなるっていう、うん、こう貧困層のね、うん、何それ、フランスの映画、へえ、大金持ちの老人と、うん、そうそう、あの足が不自由な老人の車椅子を黒人が介護で手伝う、で、ああなんか聞いたことある、聞いたことある、で黒人はあの全然の気使ったりせへんのよ、うん、あの別に偉い人やからそういう敬語使ってなんかね立てたりとかそういうことしないの、うん、もう普通に接する、そうそう、何してんのお前、どんな人とも同じように、ちょっとエロいマッサージ行こうぜみたいな、え、あれじゃないの、警察に止められてさ、そう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 、車でね、で、うん、ちょっともう風っていうかもうおじいちゃんがやばいんだみたいな、うん、あーなんかチラッと見たことあるわ、チラッと見たことあるの、うん、結構チラッと見たシーンが重要な気がするけど、なんかチラッと見たことある、一番初めの、そうそうそう、一番初めのオープニングぐらい、そこだけ見たと思う、うん、いやそこだけ見てやめたんや、うん、なんかこうコマーシャルじゃないけど、うん、ああ予告編みたいな、なんか予告だけで見て、なんかタイトルだけ聞いてもまず分からへんね、確かに、いや最強の2人って、ね、だからこの説明を加えて OK にしよう、あー、なるほど、ね、なるほど、うん、まあ説明加えたところでよく分からない答えばかりでしたけど今のところはいってなりましたけど、だから俺が考えた映画はもう芋けんぴの話やめてくれへん、ね、芋けんぴを加えることがタバコを吸うことやと思ってた欧州の方々が、うん、世界に行った時にすごいバカにされる、やろうな、うん、欧州の方々チンパンジーなチンパンジー引っ張るね、いやいやそれともチンパンジーや、芋けんぴ吸ってあーあれ気持ちやーってなるわけ吸いへんやん芋けんぴなんかうっってなるわ、結構あれ尖ってるしエイリアで、そうやん、たまに噛んだら喉に刺さるかなと思う、そのまま適当に食うたら、うん、あれやん、あのガバって食うときあるやん、あれあれあれ、小さい子なったやつな、喉詰まるときある、気ぃつけて皆さん、皆さんお気をつけて芋けんぴのダイレクトマーケティングになってる芋けんぴ美味しいよ、僕大好き、ちなみにそのおばあちゃんの倉庫っていうのはどういう争い、ああおばあちゃんの倉庫いや見たくないよあのね内容次第ではちょっと見たい、北欧なんやけど、うん、スカンジナビア、
はいはい、スカンジナビア半島、うん、で、まあみんなメタルやってると。ああそうね、週末とかあの辺盛んですよね、うん、スウェーデンとかノルウェーとかフィンランドとかね、うんうん、みんなメタルをやってて、うん、で主人公はもうそういう倉庫がないちっちゃい家に住んでる少年で、高校ぐらいに行った時にご両親が大反対するのよ。お前はもっとビッグになるみたいな、お父さんがすごい賢い人やから、うん、大学教授みたいな、うん、まあ、もっと勉強しなさいみたいな、うん、ああなるほどね、言って、でけどおばあちゃんのとこ行って、うん、僕は好きなことがしたいんだって言って、はい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 、おばあちゃんがじゃあうちの倉庫使いなさいっつって、うん、亡くなったおじいちゃんがやってたメタルバンドよっつって、えらい古い時代からのメタルという概念が存在するか以前ぐらいの、どんどん使いなさいっつって、うん、もうアンプもいっぱいいろいろ揃ってんのね、エフェクター もう何百種類ある、そんなあんの、うん、おじいちゃんプロやん、おじいちゃんすごいやん、おじいちゃんすごい人やったんよ、うん、でおじいちゃんってどんな人だったんだろうってそれを見て思うわけよ、はいはいはい、あ、そうね、少年は気になる、うん、で調べてみたら伝説的な歩行で初めてのメタルバンドぐらいのすごいやん、やばい人やってなって、やばい人やって僕はこの石を継ごうってなって、うんうん、両親の反対を押し切って、うん、こう今こう流れてるよ、何がこうすごいすごい青春的な音楽が流れてて、そこであの主人公の子がバーッと歌いながら演奏してるシーンが流れてる感じ、流れてるね、このあの、うん、これが予告編やったらね、はいはい、そうねそういう感じです、そういう、ああなんだろう、見たい見たい、うん、結末が気になるんだすげえいい映画な気がするこれが、おばあちゃんの倉庫、おばあちゃんの倉庫、タイトルでわからない、タイトルがな、いやでもそれがいいですね、おじいちゃんの倉庫にしろよそれなら、まあまあまあ、まあ、持ち主はおばあちゃんなんでそう、おじいちゃんも死んでるからね、あのなるほどね、うん、いやでもいいですよね、それ見たいですね、それ作りましょう、もう北欧の人雇わなあかんなあ、俺ら日本になんぼでも今山ほど訪日外国人言うてんねんから、うん、探しゃんな、まあ、京都行ったら山ほどおるで、ね、うん、まあ別に北欧の人じゃなくてもええねんから、まあ、アメリカ人でもそれっぽい顔のやつ連れていたいねんいや、なんなら日本人でもそれっぽい顔のやつ連れていたいねん、うん、栗原るいでも構わへん、栗原るいは北欧の人なの違う、顔長かったらいい、顔長かった栗原るい北欧じゃ難しいと思うね無理やな、黒いって黒いなんかそういうあらすじを添えた映画をあらすじ、そういう大喜利や、大喜利をやっていくか、大喜利になってへんやん、ただの自作映画コーナー自作映画のコーナーにしようか、タイトルだけで、あてかもうこう課題だけでタイトル言って、うん、その後ストーリーつなげる、いろいろ作っていくみたいな、なんか普通に楽しいですね、なんかないかな、なんかないかな、これなんかね、お尻守るみたいなのがそれいいなっつってやってくれたら何脚本料が入ってくるみたいな、こっちにも金入ってくるし、ああそうや、いやそれぜひそれがいいですよ、原作 MH になってな、ないいね、多分届かへんけどねそこまで問題は、目つけてくれてこうオファーが来て、うん、まあ、ちょっとあの第12回のラジオの件で映画の大喜利をされて いたんですけれども大喜利って認めてくれてんねんな、ちょっと作品として手掛けていきたいなと思うんですけども、はい、いいよビッグスター感がすごいね、いいよやればいいんじゃないいや、おかまなやればいいんじゃないやればいいんじゃないの好きにしちゃってなんでやろな、なんかエロい感じに聞こえるななんか俺、ほう、じゃあでもほうほうがで一個考えようかな、じゃあほうがで、うん、別におばあちゃんのその子もほうがかもしらんけどね、整えました違う、整ってはないねはい、あもしも世界が70億人の島だったら今や今や普通にまあ70億人のうち30億人か40億人ぐらいは、うん、すごい裸足で外を走り回って、うん、土食ってるようなそれ人じゃないよ方々で方々そう、そうだからもうほんまにこの世界を一つの動画にしていく、だからその地球っていうのは丸いんやけども、うん、世界地図を広げたような世界で世界で世界で普通の世界まんまや、丸くないん、丸くないん、丸くないんよ、世界地図を広げたようなところに大陸がポツンと、パンゲアっていうんやけどパンゲアが一個あってそこには大昔のね70億人がみんな住んでる
だから今と一緒やって、それは違う違う、今は国っていうの分かれてるやん、うん、全部一緒に、まあ、まあ1個やとしたらパンゲアっていうタイプがあってええやそこは聞いたそこに言葉も関係なし、うん、全員がバンコク共通で喋れる一つの島が、その島でどんなことが起こるのか、国はないよねバンコクって言ってるやんか、バンコク共通の言葉がだからバンコク言うてるやん、もう万も国あることになってるやん、違う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 、一国共通やん、それ一国共通の、まあ、邦画で作るならめっちゃだるそうやん、邦画で作るなら日本語かな、まあ、そらそうやろな、うん、ずっと英語で言われても困るし、日本語を主軸としたバンコク共通のだから一国やろで、それにそこでそのどういう生活が営まれているのか、ああ、SF みたいなことね、そう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 、うん、それ、盛り上がるとこある？ある感情を揺さぶられる、それ違う、逆に争いが一つもない世界よ、うん、まあ、逆に争いが一つもない世界で、うんうん、どんなことが起きるんだろうかっていうのをシミュレーションする SF、 シミュレーション、うん、シミュレーション、それだからただの日常やん、日常はでもやっぱり仕事とかもみんな行ってるやん、みんな同じところで働いてる、みんなが公務員だから社会主義やんけそんな、でもそれユートピアやろ、うん、ソ連、ソ連じゃない、ソ連、ソ連は解体されてん、俺らは解体されへん、やってること一緒やん、それいずれ社会主義されんねんって、社会主義のユートピアやってたからうまいこといかへんねんって、うまいこと言ってる世界、世界やとしてね、うん、どんなことが起こるんだろうか、うん、そういう映画もあったけど、そういう小説、みんな朝6時に起きて5時に帰ってくる、うん、だから そういうのよくないんじゃない、やっぱ自由、一人の生活スタイルがあって自由に生きてる方が70億人もってもね、うん、トゥルーマンショー見よそうやったら、トゥルーマン、トゥルーマンショー、うん、ね、あのジムキャリー、ね、あれすごい良かったですよね、うんうん、あ、それどうぞ、トゥルーマンショーっていうのはジムキャリーがトゥルーマントゥルーマンっていう役で、うん、こう生まれてから全部記録されて、うん、テレビ放送されてんのよ、はいはい、でこうでっかいスタジオの中に生きてて、うん、毎日こう仕事こうしててこういう人は恋人でみたいな、もう全部記録されてんのやけど、うん、その周りのキャストっていうのは普通に雇われてる人やから、うん、彼を自由にしてあげたいっていう思いがあって、うん、彼を逃がしてやろうとかそういう動きをどんどんやっていって、人もおったりして、うん、でもそのプロデューサーはそれはまずいってなって、そいだからそいつが急におらんようになったりするね、その世界からそうそうそう辞めさせられたりして、でトゥルーマンはそのこと全然知らんね、本人はジム・キャリーが演じるトゥルーマンは全然普通に自分が人生やと思って生きてんのよ、ただそれが実は全部取られてるっていう、やばいそれめっちゃ面白そう、だからたまにこうキャストとか全員はちっちゃいイヤホンとかつけて生きてるから、なんか電波障害とか起きたらトゥルーマン以外の全員がキーンってこう耳を押さえる仕草をするわけよで、たまにで車とかでもたまに変な電波が入ったりするのよ、そう指示みたいなのが、うん、何カメ何とかみたいな、ええみたいな、これなんだみたいな指示入んのよ、うん、で最初のシーンがなんかカメラが落ちてくるの、そうそうそう、ああ電球っていうか電球っていうかなんかそういう照明、そう照明がブワーンとこう落ちてきて、うん、いきなり空からドームみたいになってるから、うん、何やこれみたいになったりしてね、めっちゃ気になるそれ、そうトゥルーマンショー面白いよ、でだんだんトゥルーマンがそれに気づき始めるっていう、そう、え俺の人生ってなんなんやっていう、そうマトリックスの最初みたいな、うん、実は自分たちの生きる世界はこう、うん、まあまあ、仮想の世界で、そうそうそう、そういうこと、一人だけやったよね今回は、うん、トゥルーマンリアルやねんけどね、全部まあまあ、それをプロデューサーがそういう一つのテレビ番組でずっとなんか30年ぐらいずっとだからそのトゥルーマン人生をずっと放送してて、ものすごい高視聴率番組なんか80% とかなんかそんイエスマンの人、そう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 、あのジムキャリーコメディ俳優、はいはいはい、マスクの人やね、うん、あ代表作はマスクやね、やっぱりジムキャリーってあの人か、そうそうそう、緑の人か顔が、うん、マスクの時だけ、ね、マスクが緑、ジムキャリー自体は緑じゃないけど、山寺宏一、それ声は、ね、声優さんやってんちゃうかな、トゥルーマンショーでも、うん、あやっぱりトゥルーマンショー違ったっけ、トゥルーマンショーそういうコメディな感じなの、最初なんかちょっとそれっぽい感じだね、こう普通にトゥルーマンのちょっとこう明るい人生がずっとこう やり取りされてて、うん、でもだんだんあれなんかおかしいなってなり始めて、それに気づき始めるみたいな、めっちゃ見たい、面白いよ、だから最後はもうだ全部嘘やから、うん、トゥルーマンがどうしていいかわからなくなるって、うん、今まで生きてきた人生ももう親やと思った人も友達やと思った人も全部役者やから、ね、会社も会社の同僚も友達もみんな嘘やってなって、怖っ
俺もそうであってほしい、ちょっと今の会社。逆やね、そうであってほしいタイプね。照明落ちてこんかな。実は全部見られてる今も。やばい、うん、キャストみんな、うん、やめてくれよ。まあ、だから俺らスーパー俳優。スーパー俳優、スーパー俳優って自分で言うやつは絶対スーパー俳優。俺ね、スーパー俳優って。だからこうチャッピーがちょ気づいた時にもどっちか分からへんようにするために、わざと俺ら俳優だっていうようにしてるから。そうやね、ちょっとこうごまかすために。なんかこう、怖っ。でもあれ見たらそういう気分になる、確かに。え、何が本物なんやろってなる。めっちゃ面白そうやん、それ。すごい、いい映画。うん、撮りましょう、いいよね。でなんか、うん、バベルっていうのもそんなんやったな、日本邦画やけど。邦画じゃないか、あれは。なんかあの、うん、全、まあ、バンコク共通の言葉があってみたいな。オムニバス、そうそうそう、ちょっとつながってるやつ。みんな同じ世界で生きてるっていう、同じ国でみたいな人。そうな、バベルって一つの国になってみたいな。役所広司が出てるやつかな。うん、これはいいわ。うん。ブラピ出てるよ。ブラピ出てるよ。ブラピ出てる。あの、いろいろ今騒がれてるブラピが出てるよ。離婚しちゃったね。もうしてんの？まだやろ？申請とか言っても。うん、多分もう。すんの？もうそんな決まってんの？うん、あ、そうなんや。うん、えー、虐待やとか言う。ブラピが。そう。何を？うん、だから多分、叱って、お尻叩くぐらいじゃない？アメリカでそれは虐待になるから。あ、まあそうね、そう、日本とちょっと違う文化もね、うん、日本では結構、まあ、まあ今少ないんかな、うん、まあないよそんなに。まあね、まあでもそれぐらいは しないととまで言わんけど、わからないけどね正直、うん、だってさっきも言った通りチンパンジーよりアホやねんから、うん、ちっちゃい子は2歳3歳の子、ね、チンパンジーにそれこそ言うたってなかなか分かってくれへんで。ドブロンも2歳児ぐらいまであるっていう。ああ、そうやね、犬とかも、うん、だから犬とかもそんなに言葉でしつけられへんもんね、やっぱり、うん、餌とか、そういういわゆるしつけやもんね、ダメって言ってちゃんと、うん、やっぱりそうじゃないと覚えられへん部分はあると思うね、ほんまに小さい時はね、うん、だから、まあ、うん、まあそれかもうその時ぐらいはもうしつける必要はないかやね、うん、もう自由に、何もないよ、まあないけどね、自由に、そう、うん、まあでもまあ危ないことはね、あれやけど止めないとあかんけど、うん、自由の方がよくない？だって俺らの子供やで、チャッピー、大杉、リーダー、俺、俺らの子供やねんから、うんうん、成長してもめっちゃ面白いやつになるやんってなるやん。スーパー俳優になるからね。そう。別に教育せんでもまあ同じようになるんやったら、うん、自分の子供もキャストなの？まさかの。はい、スーパー俳優。それで、ね、できたと思うぐらい違うかったんや。そのチャッピーはそういうことなのね。チャッピーズショーではチャッピーズショーで、そう、全員偽物やから。まあそうならないことを祈ってというか、まあ、ね、うん、そうじゃないことをまあ信じるしかないですね。まあ、ちょっとね、うん、自分で確認してみて、うん、そこに始まってみて、うん、そうね、いろいろこう急に不意な行動をいろいろとってみて、そうっす、で周りが焦り出したらあれってなるから。そうそうそう。イヤホンつけてる？いや、つけてない。トゥルーマンショーではそんなあったね、急に出ていくってなったら、そう、ナノになってるから。なるほど、ナノになってる、ナノになってるから。信じてるやん。こいつ簡単やな。うん、はい、というわけでね、トゥルーマンショーもみんな見てほしいなと思います、うん、いい映画たくさんあるんで皆さんいろいろ触れてください、うん、トゥルーマンショーはなんか漫画描いてたら。ああ、そうやね、あ、トゥルーマンショーの紹介漫画、うん、あ、ツイッターまた見てください、エルがまた書きます。そういうわけで、12回目、エルでした。リーダーでした。ナキでした。コウスギでした。バイバイ。